平和な日々が続くゴジラアイランド。トレマとルーカスは互いの疑問を聞きっこし合うのであった。ほな次はザグレスのこと聞かせてんか。うん、そのザグレスの転送装置だけどさ、瞬時に移動できるし、すごく遠くまで行けるの。あれが厄介なのよね。そのザグレスやけどな、うん、あの巨大 UFO って直径1キロぐらいあるやんか。ああ、戦艦ババルーダのことね。なんであれで直接攻撃的にいんねやろ。あのね、ババルーダのビーム砲は強力だけど射程距離が短いの。だけど下に降りてくると私の攻撃を受けるからあんまり近づかないの。えらい自信やな。だって私ババルーダの弱点知ってるもん。弱点？うん、ババルーダはもともと地上攻撃用だから下にしか攻撃できないの。だから上に回っちゃえばこっちのもの。でも逆に上はとっても頑丈にできてるから下の方を狙うしかないけどね。失礼、侵略者ども。そうやけど、パンナトルテの攻撃も強力やな。そう、ババルーダのミニ砲にも負けないよ。でも、ヘドラには効かなかったけどね。そうやったな。そしたら次はな。ちょっと、私にも質問させてよ。あ、そうかそうか。なんや、何でも聞いてみ。それじゃあさ、モゲラとメカゴジラのこと教えて。